ガールズグループルセラフィムの桜こと宮脇桜が顔も知らない父親に会った時のことを振り返りました。14日に放送された JTBC のバラエティ番組知ってるお兄さんにはルセラフィムの桜、キムチェウォン、リリーのムンスアと月、セレブ5のキムシニョンがゲストとして出演しました。この日、桜は一番記憶に残っているファンについて聞かれ、実は私が1歳の時、私の両親が離婚したんです。父に会ったことも、写真を見たこともなくて、顔も知らないんですと語り始めました。桜は、それなのに、私が故郷で初めて握手会をした時、ある男性と握手してすぐに、お父さんだと思ったんですと言いました。また、その次の人は祖母だったようです。おばあちゃんが、お前、覚えてない?と突然言ったんです。よくある言葉ですが、本当のお父さんだったんだと感じました。本当に一番記憶に残っています。それ以来、父に会ったことはありませんと言って、一同を驚かせました。